阪神タイガース情報社。はい、今回は3月の12日、今年正念場の選手たちということでお話をしていきたいというふうに思います。本編に移る前に一つお願いがございまして、このチャンネルは阪神タイガース情報を定期的に配信しているチャンネルでございます。2024年年内ですね、チャンネル登録者数1万人というところを目指してやっておりますので、チャンネル登録まだの方はですね、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それでは本編の方に戻りましょう。今年正念場の選手たちということで、今日はですね、3月の12日なので、本当であればですね、オープン戦、ロッテとのオープン戦がありましたけれども、ちょっと雨のため中止ということになりましたので、ドラフトであったりとか戦力外、このあたりのことですね、来季の構想のことであったりっていうのを、考えていきたいなというふうに思っております。で、昨日もですね、ドラフト、金丸夢人投手、ドラフト1位説ということでお話をしておりますけれども、当然ドラフトを考えていく上でですね、選手が入団するということになると、当然ながら選手が退団していくというようなことになります。その中でですね、戦力がどこに必要なのかということを分析して入れていくというような形になりますので、ドラフト入団する選手、もそうですけれども、退団する選手、退団する可能性がある選手ですね、についても見ていきたいなというような感じでございます。はい、投手の方から順番に見ていき、野手の方から順番に見ていきたいんですけれども、こちらがですね、野手の選手一覧ですね。で、やっぱりこうやって見ていくと、一、三塁の選手の層の薄さというのがですね、非常に際立っている状況ではありまして、投手取っている場合じゃないなというふうに、こういうところからを見てもですね、去年からこの現状っていうのは一緒だったんですけれども、思うところでありますし、大山選手、来季 FA の資格もですね、保有することになりますので、もし仮に、なかなかないとは思いますけれども、もし仮に大山選手が FA 宣言っていうふうになればですね、ちょっと目も当てられないなというような状況になるかなっていうふうにも思いますよね。で、あとは二遊間のタイプの選手ですよね。ここがちょっとこうダブついているかなというところで、熊谷選手、上田選手の立場っていうのが、どういうふうな扱いになるのかがすごく難しいかなというふうには思います。あと逆に外野手の方はですね、比較的若い選手で有能期待されそうな選手というのが揃っていまして、前川選手、いつも選手なんかは全然まだまだ若いですし、森下選手を筆頭に、井上選手、野口選手の、長距離バッターですね。で、あとは福島選手、島田選手のような俊足タイプっていうのもいますので、こういった形で見ていきますと、外野はかなり充実しているなというのはよくわかるかなというふうにも思います。こんな中でですね、戦力外通告っていうところを考えていかなければならないんですけれども、立場的にかなり厳しいかなというふうに思われる選手、個人的には結構今回は少ないかな、今年は少ないかなというふうに思っていまして、能力とかキャリアっていうところで見ていきますと、原口選手とか糸原選手っていうのも、個人的には危ないかなというふうに思いますけれども、この2名を切ってしまうと、原口選手に関しては、1、3塁のバックアッパーとしてですね、もう渡辺亮選手しかいないというような状況になるので切れないと思いますし、糸原選手はですね、逆に FA ですよね、っていう可能性を追い求めて、FA 宣言するんじゃないかなというような可能性もある中でですね、糸原選手、どうだろうなっていう感じですよね。もちろんいてもらったらですね、心強いかなというふうには思いますけど、いなくてもみたいな感じには思っちゃうんですけれど、まだちょっと糸原選手自由契約っていうのはないかなというふうに思います。そういうふうなところを考えていくと、野手はですね、結構主力どころっていうのは、2024年そんなに組み切られるっていうことはないかなというふうに思っていまして、野手に関してはこの2人かなというふうに思っております。はい。それが片山選手と豊田選手ですね。で、この両名ともにですね、1軍の試合っていうところで見ていきますと、ほとんど出場がなくてですね、片山選手は2022年に1軍でですね、2試合出場しているのみ、というふうになっておりまして、もう29歳ですね。片山選手もですね、育成から支配下というところを勝ち取りまして、結構長い間、阪神には在籍しているんですけれども、なかなか一軍の出場機会に恵まれないということになりますね。で、ファームなんかではです
ね、結構4番を打っていたりした時期もありましたし、キャッチャーなんですけれども、左バッターで打てるというところで、まあ、阪神タイガースのキャッチャー陣見てもですね、結構個性的なタイプで面白いかなというふうに思ってはいたんですけれども、やっぱり一軍その当時で見ていくと、まあ、梅野選手の一強というような形になっていましたので、なかなか一軍での出場機会に恵まれなかった、ちょっと運が悪いかなというふうに思うような選手ですよね。で、まあ、去年の成績で見てみますと、2軍ではありますけれど、打率2割8分8厘ということで、まあ、結構打っているんですよね。で、去年なんかでもクリーンアップずっと2軍では打っていましたし、で、今年に関して言うとですね、まあ、藤田選手、中川選手なんかの台頭もありまして、まあ、サードであったりとか、ファーストっていうところも、2軍試合ではありますけれども、守備についているということで、まあ、便利屋としての、一面も見られるような選手ではあるんですけれども、阪神タイガースの中ではですね、なかなか出場機会に恵まれないというような状況でございます。で、まあ、キャッチャー事情を見ていきますと、もうやっぱり勝山選手の年齢で、まで来てしまうと、やっぱり中川選手、藤田選手であったりとか、坂井田選手を優先的に使わざるを得ないですし、まあ、ただ阪神タイガース、キャッチャーが少し少ないかなというところもあるので、まあ、そういう中でなんとかこう、踏みとどまってきたっていう感はありますので、まあ、今年キャッチャー取るとか、少しいい選手がいて狙いに行くということになるのであれば、片山選手もちょっと危ない立場になるんじゃないかなというようなところでですね、片山選手を挙げさせていただきました。で、あとは豊田選手ですね、もう一人。で、こちらの方もですね、まあ、豊田選手もあまり一軍での出場機会っていうところは恵まれませんでしたけれども、まあ、プロ3年目なので、自由契約になるのは早いかもしれませんが、可能性あるんじゃないかなというふうに思っております。2023年に関して言うと、2軍ではありますけれども、打率2割7分1厘ということで、まあ、そこそこのアベレージは残していました。で、ただ、豊田選手はですね、まあ、入団した年齢もちょっとこう、年齢的にも上の方で入団してきたっていうところもあって、即戦力としての、期待、可能性をですね、期待されて、まあ、入団したという経緯があるんですけれども、なかなか自分に出場、昇格することが難しいような状況となっておりまして、で、まあ、打つ方では2割7分1厘ということで、まあ、それなりには打ててはいるんですけれども、守備っていうところで見ていきますと、まあ、UZIL は外野、まあ、センター、レフト、ライトともにですね、マイナス指標になりますし、まあ、三振比率もですね、20% を超えるということで、まあ、豊田選手、どちらかというと、アベレージバッターのタイプではあるんですけれども、三振率も意外と高いということで、まあ、この、阪神タイガース外野主陣で言いますとですね、まあ、先ほども申し上げたように、野内選手、前川選手、いつも選手等々のですね、若い選手の台頭であったりとか、近本選手、あとは森下選手の、一軍経験済みの、選手たちですね、との、間に挟まれてしまっていて、なかなか出場機会得ることができないかなというようなところも考えると、豊田選手も今年2軍で、大きな結果を残さなければ、厳しい立場になるんじゃないかなというふうにも思っております。まあ、こういった形でですね、まあ、2024年、もともと2024年に関しては、支配下枠も結構空いているっていうところもあって、まあ、そんなに大量解雇っていうことにはならないかなというふうには思っていますので、野手で言うと、この2名なんかが危ないのかなというふうに思っています。はい。まあ、こんな感じでですね、投手の方も順番に見ていきたいんですけれども、投手に関してはですね、まあ、より一層充実している、まさにまあ黄金期入っているなというような感じのメンバー陣営なんですけれども、まあ、その中で、まあ、あえてやっぱり戦力外通告、契約になるかなというふうに思う選手をですねちょっと挙げさせていただきたいなというふうに思うんですけれども、それがこの3名ですね。はい、秋山投手と鈴木投手、佐藤蓮投手ということで、まあ、この3名がそういう立場にいるんじゃないかというふうに考えています。秋山投手に関してはですね、去年2軍での先発ローテをですね、任されているような状況でございまして、成績的にはですね、8勝5敗で防御率 3.95 ということで、まあ、2軍戦ということを考えれば、もう少し防御率良くてもいいかなというふうに思います。で、ただですね、やっぱりストレート、秋山選手はですね、まあ、そんなに速いタイプではないんですけれども、まあ、このストレートの急速ダウンっていうのはですね、より顕著になっておりまして、全盛期のですね、まあ、マイナス7キロということで、まあ、一番速かった時期でも141キロが平均急速なんですけれども、そこからマイナス7キロしてしまっているような状況でございます。
なので、まあ年齢的にはまだ32歳とかそれぐらいなんですけれども、結構力の衰えとか、そういうところを、感じざるを得ないのかなというふうには思うんですよね。まあただ、まあこれ球速が遅くなったからといって、まあ、それに比例して打たれるかと言われれば実はそうでもなくて、一番良かった時期って2021年なんですけれども、その頃の平均球速は137キロなんですよね。で、この137キロのストレートで、1軍登板を100イニング以上投げていて、ストレートのピッチバリュー、ストレートの成績ですね、プラスのマイナスの0であれば、まあ、一般的な球種っていうような感じなんですけれども、これが大幅プラスの 16.8 っていうピッチバリューを記録していたということもあって、必ずしも遅くなってしまっているから打たれているというわけではなくて、まあそれ以外にもですね、いろんな原因があるんじゃないかなというふうに思いますけれども、やっぱりこの2021年当時のですね、137キロとか、まあこれぐらいまではやっぱりストレートの速さ上げてこなければ、ちょっとこう理由でも抑えるのに苦労するというような状況だと思います。で、秋山投手に関してはですね、やっぱり膝の状態っていうのがあまり良くないということで、まあ契約更改の時にはですね、毎年、まあ、この膝の状態については触れられているんですけれども、今年に関してはですね、万全で挑めているというような話もありましたので、まあ今年1年間そういう万全な状態でやった中でですね、まあ結果を残すことができるかというところが課題になりますよね。で、まあ、育成じゃなくて教育リーグですね。秋山投手登板しましたけれども、まあ、やっぱり5回3失点とか、そういうような形になってしまうということを考えると、ちょっと厳しいんじゃないかなというのが個人的な試験でございます。であとは鈴木投手と佐藤蓮投手ですね。まあ、それぞれに、去年の成績は防御率 3.69 と 5.17 ということで、2軍成績にはなりますけれども、記録が残っております。でこの両名に関してはですね、コントロールの改善というのは急務となっておりまして、まあ、鈴木投手がですね、去年のフォアボール率は 15.4%、佐藤蓮投手は 24.8% ということで、まあ、非常にコントロールのいい阪神ピッチングスタッフの中でですね、コントロールが悪いこの2名になるんですけれども、このコントロールの悪さがですね、やっぱり試合を壊してしまうという原因になってしまっていまして、去年も後半はですね、鈴木投手結構いいピッチングもありましたけれども、佐藤蓮投手に関してはですね、なかなか厳しい試合がずっと1年間通して続いていたということで、まあ、鈴木投手なんかはまだ改善の見込みがあるんですけれども、鈴木投手は比較的素材型のタイプとして、阪神からドラフトで指名されましたけれど、まあ、ストレートもですね、そんなに速くもないという今状況となっていまして、まあ、ストレートの平均球速も142キロということで、まあ、鈴木投手140キロ後半、まあ、これぐらいのストレートが投げられるんじゃないかということで、ドラフト2位の、期待枠ということで入ってはいましたけれども、なかなかそれぐらいの球速も出てこない、コントロールもそんなに良くないということで、まあ、ドラフト2位の、枠っていうのはですね、ちょっともったいなかったかなというような感じもする投球が、まあ、ここ数年続いているような感じなので、まあ、本当に今年最後の年というような意味合いの、年になるんじゃないかなというふうにも思っています。で、阪神タイガースの投手陣はですね、まあ、先発投手、中継ぎ投手ともに質量ともにすごく整っていますし、まあ、鈴木投手より、下の投手でいうと、左腕でいうと門別投手と富田投手がですね、先発タイプの投手としてはいますし、まあ、及川投手なんかも今年からは先発調整していくということで、及川投手も先発の中に考えていくと鈴木投手より、年齢下ですよね。まあ、こういった形でですね、鈴木投手の立場っていうのも少しずつ難しくなってきているかなというふうにも思います。なので、まあ、今年の結果次第ではですね、まあ、自由契約っていうこともあるんじゃないかなというふうに思います。はい、まあ、こういった形で、まあ、今年1軍の主力級の選手っていうところを見ていくと、まあ、そんなに自由契約になる選手はいないんじゃないかなというふうには思いますけれども、2軍でくすぶっているちょっとこうベテランから若手の選手の間ぐらいの中堅選手ですよね。なんかが数名戦力外通告を受けるんじゃないかなというふうに踏んでおります。はい、まあ、このあたりがですね、今年2024年正念場の選手たちということになるんじゃないかなというような感じですね。はい、皆さんの方もですね、こういう選手もっと危ないんじゃないかというか、まあ、そういうところがあればですね、コメント欄の方にも書き込みしていただけるとありがたいです。はい、今回は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。